まごころ弁当の食レポをしたいと思います。こちらはですね、なんか、届いた弁当です。全然わかりません。お試しなんですけど、本日のメニュー、普通食、夜。これは何？回収用お弁当箱、保冷バッグ、保冷剤は毎回返却してくださいとか書いてあって、何これ？違う弁当だが届いてる。2個、2種類ございましてですね、今来ました。普通食なんですけど、こちらが、デミグラスハンバーグ、キャベツと鶏肉の花、花風炒め？ナスとイタリアン野菜の塩炒め、大豆サラダ。こっちが、赤魚とっていう、なんか2種類持ってきてくれました。赤魚の塩麹焼き、かぼちゃに洋風仕立て、オクラとジャガイモのミートソースにチンゲンサイソテー。これをですね、昼食か夜食にするっていう、夕食？にするらしいんですけれども、とりあえずワタミの特色みたいな感じですね、ちょっと頼んでみたかった。ちょっと試食、どうしようこっち先する。なんか見た目がすごい質素な、ただ栄養バランスとかは普通にハンバーグだ。これは、ちょっと待って。取れねえ。せーの。いいね。これ、一通りちょっと試食。これどうぞ。味はね、悪くはないと思う。ただ華やかさは全然ないよね、これ。寂しい感じの。費用も費用だし、持ってきてくれるっていうのが、やっぱり一番の。配達のコストが多分ね、かかると思うんだよね。これは何？他弁は近くにあるんですけど、他弁って自分の好きなやつばっかりしか頼まないし、揚げ物ばっかりだから絶対健康には良くないと思う。多分高齢者向けの需要であるんだけど、普通食もありますよみたいな。なんじゃこれは。味はね、いい。味はいいね。味はいいんだけど、寂しいね、なんかね。品数とかも。ちゃんとあるんだけど。こちらは、資料を持ってってくださいって言ったら、まごころ弁当。こんな感じでは全然ない。これでは全然ねえな、これ。パックに入ってるんだね。これ、どう盛り付けてもこれにはならないよ。まごころ弁当ね。まあでも、この回収用のパックに入れたら、まあ若干は、寂しさは、これ何？ 380 円でこれ、お届けまでしてくれる感じの、弁当なの？配達料がね、もう動けなかったらもうこれに。でもなんか魚美味しそうな匂いがする。
すべてのメニューに漬物サラダ、卵焼きがつきます。卵焼きなんかついてないのかな。あ、土日がお休みなんだ。平日。へえ。これいくら、いくら、いくらなの。あ、でもバランス的にはいいと思う。野菜が。うん。うん。ラクラク弁当。ボリューム弁当、ヘルシー弁当。これをね、持ってきてくれるから、やっぱ、そこが、うん。うん、食べづらい。ここなんていうか、ここに設置しながら横からついばむのは食べづらい。うん、味は美味しい。一食から持ってくんのこれ。一食からでも OK です。カダルすごいなこれ。受け取るのがめんどくさいけどね。本格的に寒い日が続いています。お部屋が乾燥すると風邪や感染症もかかりやすくなります。体調を整えるために冬でもこまめに水分補給をしましょう。お昼は14時まで、夜は8時までに必ずお召し上がりください。なんかそんなにずっと取っとけるわけじゃないんだ。うん、浜辺とどっちがいい？浜辺より美味しいんだ。明日の朝ごはんにするのはダメだな。8時までに食べろって書いてあると。自分で作った肉じゃがとかあんのにさ、なんで2食あるのかとかわかんない。なんで同じものが来るのかな。ちょっとその辺がよくわかんない。こう、ちょっと待って。他になんかパンフレットないの？これだけ。原稿と安心をお届けします。だから、おかずのみ。値段は安いんだけどさ、一個からでも、まあでも動けない時とかいいかもしれない。風邪の時とか。うん。じゃあしばらく頼んでみようかな。うん、ご飯も美味しいです。白いご飯美味しいです。おかずもね、美味しい、意外と。これ今日のご飯なのかな？うん。500円を、あ、でも1万円ぐらいかかるのか。20日間、土日休みなのかな。
これは何日今、今日1月の、ちょっと待ってみ。1月の、全然ここに書いてあるやつ全然違うんだけど、これ。ちょっと待って。豚の角煮とか白身魚フライとか書いてあるから、これ。これ、お試しのメニューなのかな、これ。聞いてみようで。ね、いないとダメなのか、スパさん。その辺がアバウトすぎてよくわかんない。前日までご注文のお客様には、お味噌汁のパックをサービスって書いてある。いらない。お味噌汁のあの、やるとこういう、ニューって出してさ、お湯やるやつ。うん。細かいことはよくわかんないですけど、ワタミよりも美味しい気がする。でもワタミのこともう覚えてないんだけど、1年ぐらい経ってるんで。ヘルシーなやつが食べたいわけ。あの、だから、いいんじゃないかな。で、食べるの早いね。10分ぐらいで食べ終わっちゃったよ、俺。この、あれ、自分で買ってくる弁当とかスーパーにあるじゃんって、いけるじゃんって思うかもしんないけど、そうすると偏るのよ。あの、バランスが。うん。栄養のバランスが偏るわけよ。だからですね、いいんじゃないかと。ちょっと試してみました。はい。まあ、あの、シルバーライフの、あの、優待券は使えないです。うん。でもなんかあの、はい。使えませんが、ちょっと試してみる価値はあるかなと思いました。以上です。